菅総理困りまんな、あんな音された。まあこんな感じでね、浩二さん、オープニング結構固まってきましたね。今日頼んでますせ、頼んまんせ菅藩国民泣いてまんで、みたいなね、これもいいじゃないですか。なんかね、浩二さんのキャラクター固まってきたような気がするんですよ。まあ全部がこの形だとちょっと怖いんですけども、そのなんですかね、怒るでしかしみたいなコーナーを作って、怒るでしかしみたいなコーナーでは、まあ今ね、国民が政権とかね、それから一部の権力者とか、ある企業の社長とか、それから事件とか犯罪に対して、もうこれじゃダメだよってことをね、国民の代表として浩二さんが訴えていくみたいな、そんな番組ちょっとやってみたらどうですかね。今だったらそうですね、小池都知事とかに始まって、緊急事態宣言ですか、こちらの方に物申すみたいな感じのことをちょっと喋ってみるとかで、オープニングで常に困りまんなーみたいな感じで始まるといいんじゃないですかね。サングラスかけて困りまんなーみたいな。結構ね、浩二さんね、サムネイルが本当なんか怖い人みたいなんですよ。で、話し始めたら最初だけこうドカンと言ってね、困りまんなーみたいな感じで言っといて、で喋り始めたらいい人みたいなのやったら結構ね、面白いんじゃないかなと思うんですよね。ここに来て西成浩二、私なりのね、ちょっとこうイメージっていうかキャラクターが決まってきたような気がしますよ。この萬田錦次郎さんのちょっと真似を端々に入れながらね、ちょっと役者っぽくやってみるの結構似合ってるんじゃないですかね。いいんじゃないですか、これは。ちょっと期待してます。ぜひね、よろしかったらこの西成浩二のコーナーでね、なんかこう世間に物申すみたいな、怒るでしかしみたいな、そんなシリーズで、まずね、困りまんな菅総理みたいな感じで始まって、それからね、なんかこうちょっと前だったら困りまんな上級国民みたいな感じでね困りまんなクラスターみたいなあんな感じでね、なんかやってみたら、国民の代表としてちょっとこう物申すお叱りみたいなのを浩二さんやってみたらどうかなと思うんですけどね。なかなかいいんじゃないですか、これは。私もちょっと見たいですね。で、浩二さんの格好とサングラスとそのヘアスタイルね、これはちょっと怖い人系でスタートして、話聞いてみたら納得できるいい人みたいな、これはなかなか、キャラクター立ってくるんじゃないかなと思うんですよ。ぜひね、ご検討ください。それでは、いってらっしゃい。